自粛中はもう本当にもうさらに輪をかけてお世話になって、なんか僕家もずっと出れないんですよね、やっぱね。マスコミいて全く出れないけど、子供をちょうど2歳になるぐらいの時だったんで、もう池田がうちの子を連れて公園に行って遊んでくれたりとか、なんかうちテラスあったんですよ当時で、子供をテラス遊ばせたら周りのビルの上からとかもカメラマンが来るようになっちゃって、これもうどうしようもないなって言ったら池田がホームセンターに走ってくれて、なんかシェード、ひさしのシェード布をバッと貼ってくれたり、シェードが風で飛ばされたら今度なんか簡易的なテント買ってきてくれたり、ホームセンター行き来しながら DIY 入って、その都度もう本当に、まあ、家族ですね本当に。もう一生多分この関係性であいつ結婚もしないしできないと思うので、もう最後僕らが介護するのかなと思ってますよ池田は。